ここでですね、はい、武田先生のお知り合いの現役医師の方にスカイプ中継でお話をお伺いしたいと思いますが、三重県桑名市にございます森永病院で外科肛門科消化器外科がご専門の医師、石黒誠二先生です。石黒先生、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はじめまして、虎ノ門ニュースと申します。ご協力ありがとうございます。若い方なんですね。もう武田先生の、いや、僕とあんまり変わんないですよ。いや先生、それは無理があります。見たら分かるよ。一目で分かるじゃないですか。30代から80代の間だと思うよ。今日は武田先生から石黒先生に。そうですね、はい、どうも今日はおはようございます。ありがとうございます。お忙しいところ大変。この前石黒先生と、ね、知り合いのお方と、いろいろ2時間ぐらいディスカッションしまして、僕は他のお医者さんともいろいろお話をしました、はい、でも石黒先生はまあ非常に素晴らしくてね、いろいろネットなんかでも出ておられますけども、今度の風邪についてもですね、臨床の立場から、いろいろお話をお伺いできればということをお願いしまして、ご診察がもうすぐなんですが、一応承諾していただきましたですね。出現していただいたと、こういうことなんですね。はい、今ご自宅からですけど、三重のね。はあはあ、ですね、まずもちろん先生のご自由にお話になっていただいていいんですが、最初は今度の風邪について、臨床的な立場から、例えばインフルエンザとか、それからマイクロプラズマ肺炎とか、その他いろんな病気が冬の風邪、コロナの普通のコロナ風邪もあるし、アデノウイルスの風邪もあるしと、非常に多くの冬に起こる風邪のうち、今度のコロナウイルスの位置づけっていうのは、大体どんなものかっていうのをちょっとお話しいただけますでしょうか。はい。ですね、まず、通常風邪っていうのは11月下旬ぐらいからこう流行り始めるんですけれども、今年はちょっと少ないなって印象だったんですね、出だしから。はい、で、もうインフルエンザっていうのは、11月ぐらいからポツポツとこう散発的にこう出てくるものなんですが、今年はやっぱりそれも少ないなと。で、12月に入ってからもですね、インフルエンザが少ないねっていう話をずっとしてたんですね。で、うちの奥さんも内科の医者なもんですから、一緒の職場にいるので、今年インフルエンザ少ないし、ただちょっとおかしいよねっていうのをずっと言ってたんですね。で、通常は、インフルエンザが流行り始める頃になると、高齢者の方とかね、よく、外来に来るんですけれども、どちらかというと、今年はその、こじらせる、若者が風邪をこじらせて長引いてくる人が多いねっていう、そういう話をしてたんです。で、ただね、風邪に関して言うと、いろんなウイルスがあるので、いろんなものが入っても死じゃないねと。で、2020年ってことで、今年はオリンピックの年なもんですから、マイコプラズマっていう肺炎がやっぱり4年に一度こうブームを起こすので、そうですよね、オリンピックの年に限るといつもマイコプラズマが流行するっていうね。はい、なので今年はそういうのがちょっと来始めて、ちょっと変わった風邪が流行るっていうのはマイコプラズマにちょっと考えるので、で、通常の検査ではあんましないんですよ。マイコプラズマのチェックとかも始めたんですね。ですけれども、インフルエンザもマイコも、出ない、そういったタイプの風邪でちょっと長引いてるのが多いなっていう印象だったんです。はい、で、それが、思いながら見てたんですけども、1月になって中国からこう変な風が出てるようだと。はい。で、しかも SARS とかですね、MERS って呼ばれるようなものと同じようなものなんじゃないかっていうのを疑われてるのを聞いて、はい。すごくこう警戒を始めたという次第なんです。はい。で、その頃から日本でもですね、やっぱりちょっと風が流行り始めたんですけれども、うん、通常は風が流行り始めるとインフルエンザがそれに比例してやっぱり増大してくると。はい。で、それが今年はやっぱりですね、インフルエンザが極端に少ないねって、陰性で出る人が多くて、で、風邪の数としてはそこそこいるよと。ただ、これもですね、通常に比べるとやっぱり今年風邪すごい少ないなって印象だったんですね。はい。うん。で、ただ1月の下旬ぐらいからやっぱり風邪も増えてきて、2月にかけて日本でも増えてきたっていうところだったんですけども、その頃になると、その中国のその今のコロナ肺炎に関しての情報がすごく出てきて、はい。で、それを、臨床情報がすごく、その、英語の論文とかで見られるようになったんですけれども、初期の頃はやっぱり、いわゆる風邪の症状で、で、それが1週間経つとですね、極端に顔つきが変わってくると。はい。場合によっては死に至るものも出てきて、テレビで出てるような惨状に、近づいてくる可能性があるよってことだったので、今年の風邪に関して言うと、そういったものが混じっている可能性が十分あるので、早めにですね、風邪を治すようにっていう指導をするように変えていったというところなんですね。なるほど。
ですけれども、まあ、やっぱり懸念した通り、2月の下旬ぐらいまでにかけて、やっぱり風邪の件数も多くて、はい、で同じくインフルエンザとマイコプラズマが陰性の風邪も多くて、しかも、CT を要するような、はい、肺炎像を呈するような、そのまあ、年齢層が、ね、比較的若い人なんですけれども、肺炎で CT を取らなきゃいけなかった人が多くて、やっぱりちょっと傾向としてはおかしいなと。ただ2月の中旬ぐらいではですね、日本ではその PCR 検査っていうのがまだそれほどできる状態じゃなかったので、はい、まあ、実際にはその治療して治して、まあ、重症化してない限りは検査しないというところだったので、まあ、通常の治療でなんとか対応してたというところなんですね、はい、ただまあそれが、まあ、時期を、まあ、3月になるにつれて日本でもどん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 こう騒がれ始めてきて、でまあ重症の人でなくても、コロナが陽性であると入院するというようなことになってきてからですね、はい、まあ、日本の中でもちょっと考え方が変わって、いろんな、まあ、考え方が出てきたと思うんですけれども、はい、ただ、ちょっとすごくですね、不思議なんですけども、その頃になって、3月になってからですね、やっぱり極端に風邪の件数が少なくなってきたんですね。なるほど。はい、で僕はまあ、三重県で職場なんですけど、名古屋にも住んでますので、まあ、近所の開業医の先生のところの駐車場とかをよく見るんですけれども、はい、駐車場にですね、まあ、あんまり車止まってないと、はい、まあ、通常2月から3月にかけては風邪に関しては受診する人が多いはずなので、はい、だからそこは賑わなきゃ不思議だと思ってたんですけれども、まあ、三重県と同じく名古屋でも風邪の件数は少ないなという印象だったんですね、はい、だからこう3月下旬にかけてまあ、収束してきて、まあ、4月にかけて風邪はあんまり見なくなってきてということで、まあ、落ち着いてきたと。なので一旦その風邪に関しては落ち着いてきたなというふうに思ってたところなんです。はい、なので流れとしてはおそらく日本の風邪のピークが1月の下旬から2月にあって、はい、その頃に相当数のコロナのウイルスがあったはずだと思ってます。はい、はい、でそこから3月にまた目立つようになってきたんですけども、全体には収束傾向だったんじゃないかなというふうに考えているというところです。なるほどですね、はい、この先生の確か僕なんかブログなんかでちょっと見たんですけども、2月の末ぐらいまでにはもう、英文ですけどほとんどがコロナに関する症状とかそれの解析の臨床の論文ってすごく多かったですよね。はい、で僕なんかすごく参考になりました、素人ですけど先生の聞いたりちょこちょこっと読んだりしたらもうかなり分かってきたなっていう感じがしましたが、どんな感じだったですか？そうですね、基本的には初期の頃の論文ってすごく有用で、なぜかというと患者さんの詳細を書いてくれるんですね、はいはい、で今の出てくる論文は、まあ、マスを対象にした論文なんで、何名でどうのかっていう段階じゃなくて、はい、一番最初の生の論文が非常に重要だったということですね。なので出だしの頃の特に臨床症状をですね、詳細にこう書いてくれているものだったので、はい、そうですね、なので初期に起こることはもう風邪だと、はい、風邪の症状だと、はい、でしかも1週間を超えるとひどいことになる可能性が高いよと、はいはいはい、で予病のある人に関してはその1週間を待たずに1日2日でも重症化する可能性があるよと、はい、いうことですね。そういったことに関して、はい、まあ、注意していると僕たちがそう取るべき行動っていうのが変わるもんですから、うん、なので、まあ、非常に役に立ちましたね、そこに関して。ああ、なるほど。それからものすごくね、先生とこの前話した時にと驚くような知見があったわけ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ちょうど今先生も言われたように、はい、まあ、風邪っていうのは今度のコロナばかりじゃどうもないんだけど、最初の2日がポイントだと、はあはあ、まあ、2日って言ってもまあ最初グズグズしてるから、まあ、我々の感じでは3日っていう感じだけど、でその時に、はい、ちゃんとした対応すれば、もうあと肺炎になるこじらす可能性っていうのは、はあ、ほとんどないと、はい、その時に、取るべき態度っていうのは4つあるんですよ、それさえやれば、はい、僕らはね、安全なんですよ。ほうほう。いや、そう、先生はお医者さんだからそこまでパッと言われないと思いますけど、これもすごく重要だからね、はい、先生の口からちょっとね、我々が風邪をこじらせないために最初に何をやればいいか、ね、これを先生お願いします。大変、大変重要。はい。はい、ですね、まあ、基本的になんですけど、昔を思い出していただきたいんですね。うん、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかにこう言われたことっていうことですけど、まあ、風邪をひいたらですね、まず最初にやらなきゃいけないことは寝てなさいと。うん。布団にくるまって寝てなさいって言われたと思うんですね。で、この布団にくるまって寝てるっていうのがですね、ものすごく意味があって、はい、
まず一つはですね、横になっているという姿勢ですね。はい。この姿勢というのは、はい、人間の体というのは心臓から血液を送り出してますので、人間の血液の中にはそういったその免疫細胞とかですね、まあ、炎症に対抗する物質というのがいっぱい含まれているわけです。はい。ですので心臓がうまく働くようにサポートしてやることがですね、感染に対してまず取るべき第一歩なんですね。はい。そのためには寝てなきゃダメだと。寝なきゃダメ。はい。なのでもし風邪だからって、ね、休んでますって言っても家の中で、ね、歩き回ってたりだとか動き回ってたら全然意味がないわけですよ。わかりました。はい。それからその職場に寒さをこらえて歩いたり、はい、病院まで歩いたりしちゃいけないってことです、はい、まず横になる寝ろと。はい。そうなんですね。で布団にくるまって寝てろ、汗をかきなさいって言われたと思うんですけども、うん、そうそう、これも大事なことで、感染の初期というのはですね、熱が皆さん出ますね。だるさが出たり熱が出るんですよ。ここには意味があるということです、はい、なぜならば熱を出すということは人間の免疫力を上げるために必要な行為なんですね、うん、人間の中の白血球という成分、リンパ球も好中球もそうですけれども、うん、体温が上がったときにものすごく活動性が上がります。それから殺菌能力も上がるんですね。だから人間の体はそこが分かっていて、体温を上げよう上げようとするわけです。でその上げようとする行為をサポートするというのが布団にくるまれということなんですね。だから昔の知恵というのはものすごく有用で、それを踏襲すべきなんですけれども、現代の僕たちは忘れていると。風邪をひいたらですね、とりあえず熱下げて風邪薬飲んで職場に行こうっていうのが、まあ、当たり前になってますし、まあ、今の産業の問題からすると致し方ないところじゃないかなと思うんですけれども、ただですね、風邪の原則は初期の頃に熱を上げて免疫機能を上げる。でその免疫機能を上げた状態であれば、まあ、通常の、ね、予病のないような方でしたら十分ウイルスを駆逐する能力があるわけですよね。なので2日3日で治せってことはそういうことです。せっかく体がね、熱上げてんのに38度まで、はい、下げるアホがいるんですよ。解熱剤飲んで何ですかね、あれ。あれ多分ね、僕思うんだけど、僕もね、はい、昔はそう思ってたの、あ、ウイルスとか細菌が熱を出してると思ってた。そうじゃなくて、ウイルスとか細菌に戦うために体が38度にしてるわけ、それを下げたらせっかく体が38度してんのに、ねえ、わかりました。自分で自分の武器をね、そう、うん、削っちゃってたわけですね。そうです。失礼しました。どうぞ。ですので、まあ、初期に、ね、体温を上げるということ、まあ、イコールですね、体温を下げないということもすごく大事になってくると、うん、そもそもウイルスをもらう段階でですね、体温が下がった状態というのは非常に免疫力が下がっている状態なんですね。なので冬になってその体を冷やすような行為を行うと風邪をひきやすいというのは当たり前ですし、それから、まあ、夜ですね、夜な夜なこう寒いけども外で歩いてるなんていうのは当然風邪をひきやすい行為なので、そういったのをまあ避けるべきだろうと、はい、うん、で体を温めるということもすごく重視してほしいんですけども、その上でですね、よく寝るんですね。で寝ることがね、本当にこう風邪に対して有効なのかっていうと、さっきの体を休めること以外にもう一つ意味があるんですけれども、人間は寝てる間にですね、実はその風邪を治す神経伝達物質っていうのが出ているんですね。でその名前はメラトニンと言いますけれども、メラトニンというのはですね、まあ、睡眠を誘発する神経伝達物質として有名で、まあ、睡眠薬の一種としてもサプリで売られているようなものなんですが、実はそのメラトニンというのがですね、強力な抗酸化物質であり、それから免疫力を調節し免疫力を向上させる物質なんですね。でそれを有効に出すためにはですね、やっぱり真っ暗にした状況でしか出てこないという特徴があるので、まあ、おとなしくですね、まあ、夜はしっかり寝ると、うん、睡眠時間をしっかりとる、そこが実は感染に対する抵抗力を上げるという意味でも、感染症を治すという意味でもすごく重要になってくるということです。はい、電気消さなきゃいけない。で、あとはね、もう一つ最後は栄養ですね。栄養。うん。もう栄養に関しては、すごくこう、軽視してるんじゃないかなと思っていて、うん。もう感染症イコール僕、栄養だと思っているんです。特にその栄養に関して言うとですね、ビタミン D なんですね。ビタミン D を意識して栄養を取るということが僕、最も重要だと思っているんですけれども、まあ、免疫力って言葉にね、ちょっと引っかかる人が結構いらっしゃるんですよ。免疫力って何ですかって言うと、まあ、そんなもの数字で表せないものなので、そんな曖昧なことを言うなって方もおっしゃるんですけれども、
まあ、免疫力っていうのは基本的には記憶力とか想像力とかそういうものと一緒で、まあ、なんとなくこう強さっていうのがイメージできるものなんですけども、それをその数値化したものっていうのが僕ビタミン D だと思ってます。で今回ですね、あの新型コロナウイルスの感染症フィリピンから出てる論文なんですけれども、ビタミン D がね、ある程度の量ある人っていうのは重症化しないっていう論文も出ているんですね実際。逆にビタミン D が少ない人というのは肺炎を含む、まあ、重症化ですね、 ICU に入るような人たちもすごく多くなっている。しかし、ビタミン D がある程度ですねしっかりある人というのは 90% 以上の確率で軽症で済んでますよっていうのも実際出てるんです。でビタミン D がものすごくその免疫に有用だよってことに関しては、実はあの古くから分かってたんですけども、最近ものすごくこう言われるようになってきたことでもあるんですね。ですのでこれを機にビタミン D ってものにすごく注目していただきたいなっていうふうに思います。ビタミン D って何にたくさん含まれてるんですか？具体的な食材といいますか、で言うと何にですかね？ビタミン D はですね、基本的にはあの食材の中でいうとお肉とかですね、それからキノコ類、はい、そういったものにビタミン D 含まれているんですけども、ただですね、大事なことはですね、食材で摂るということを意識しすぎるということではないんです。実はビタミン D というのはですね、ビタミンというのは通常僕たちは作ることができないものという意味でビタミンという名前がついてるんですけれども、ビタミン D は僕たち自分たちで作れるんですね。どうやって作るかというと、まあ、竹谷先生よくご存知だと思うんですけれども、あの太陽に浴びることです。はあ、分かったでしょ、僕の顔が黒いの。ちゃんとコロナに合わせてね、ニコニコしてるんですよ。何、一人で生き残ろうとしてるの？やつだね。わ、ほら、彼はほら、あの夜の人間だ。あ、だから、はい、今聞いたらね、いや先生の話はね、はい、奥が深いからね、なかなか面白いんだけどね、飲み屋に行くと感染するってのはさ、はい、女の子から感染するんじゃなくて、はい、暗いとこばっか歩いてるから D がないんだよ、ビタミン D。 あ、なるほど、朝キャバだねじゃん。朝キャバだって、もういや、どうも失礼しました。レベルが下がったからね。すいません、申し訳ありません。須田さんからも、だけどあのコレステロールを食べ、取って日光に当たるっていうのも一応 D できますよね。そういうことですね。あの、うん、コレステロールからできるんですね、ビタミン D は。だからコレステロールの摂取をするということは意味があることなんです。あ、今は一つ質問いいですか？はい、風邪をひいたらこれをやれって4つのポイントっていうのを話されましたけども、これはもちろん新型コロナウイルスに対しても有効だということですかね？まあ、当然ですよね。新型コロナウイルスはほとんどの人が軽、まあ、軽症っていうのが肺炎を含んで軽症なんで結構重症なんですけども、実は何の薬も使用せずにただ病院で見てるだけで治ってる人たちいっぱいいるんですね。それはどういう意味かというと、基本的には自分で自分の体を使って治しているわけです、ということであれば自分の体の免疫力を上げることに、まあ、注視する必要があるよということだと思っています。で今の対策というのはですね、ほとんどこう接触環境要因とその宿主要因と言いますけども、まあ、環境ウイルスをもらうかもらわないかの話ばかり対策として出てますけれども、僕はどちらかというともらう側の立場、自分たちの体をどうするかということをもっと考えるべきだなと思ってるんですね。ですのでウイルスに対する対策っていうのは、その接触しないとか、まあ、手を洗いましょうとか、まあ、そういったことも大事だと思いますけれども、それよりも自分の体の方をもっと注目してほしいなというふうに思ってます。なるほどね。なんか我々と違って説得力あるよね。それはだってね、やっぱ臨床の現場のお医者さんでよく論文なんかものすごく読んでおられるし、あと僕は思うんだけどね、あんまりね、病院行っちゃいけないって言われてるんだよ。だけどこれ放送で言えるかどうか、医師会かなんかの関係もあるから、はい、だけど風邪の初期に病院に行くよりか家でじっとしてた方がいいっていうふうにも思うんですが、そこは先生いかがですか？まずはですね、はい、今回のそのコロナウイルスの流行った時期に関してはそれはその通りだと思ってます。というのは、感染を広げる率がすごく高いですね。先ほどおっしゃられたあの R ノート、なんて言うんですか、再生数です。はい、その R ノートが高いので基本的には病院で横になったらうつるかもしれないという話ですよね。はい、で病院、医療従事者がものすごくこう危険な状態にあるということは皆さん周知されていると思うんですけれども、はい、同様にやっぱり病院で接触することによってうつる可能性、今回は当然あるわけです。
で、これまでとどうしてじゃあ違うのかっていう話ですけれども、うん、これまでは、まあ、僕たちがですね、そのインフルエンザの患者さんを見ることが多いわけですが、病院で当然インフルエンザをもらうこともあるわけです、可能性としては。ただし、インフルエンザに関しては薬があると、うん、で今回のコロナに関しては有効な薬がまだないと、うん、そこは大きく違うので、今回はそのもらう可能性の高いそのコロナウイルスの感染症を病院でもらわないようにするってことも一つの大事な作戦の一つだと思っているので、今年に関して言うと、なるべく受診を控えるようにして自宅でまず療養して自分で治してくださいと、でその上でこじれた時には病院に来るようにしてくださいという、まあ、作戦を取ったわけなんですが、これはものすごく有効だったんじゃないかなと個人的に思ってます。だから僕はちょっとそこに批判的でね、37.5度が3日間出るまで家にいなさいとおかしいんじゃないかって僕は思ったんだけど、先生はね、今年の風邪に関しては自宅でじっとした方が良かったんじゃないかっていうお考えですね。あと先生、ちょっと時間もあれなんであれなんですが、その他に多くの人がね、僕もその医者と付き合うようになってからしてるんだけど、風邪ひきそうになると水をガブガブ飲むんですよ、本当は水じゃなくてね、少しビタミン C とか、それからなんか生理食塩水みたいな、どういうものを飲めばいいんですかね。そこもちょっとね、せっかくの機会なんで細かいことですけども、先生の方からちょっとね、どういうものをこう補給するのが大切かということもお話しいただきたいんですけど、はい、まあ、先ほど先生おっしゃられたように、まあ、水分を十分に摂取することものすごく大事なんですね、うん、で体温の調節を行うという意味でもそうですし、まあ、脱水状態になってしまうと免疫が働きにくいので、まあ、水分を十分に取るということで、ただし、先ほど言ったように体温をすごく重視してもらいたいので、あんまりですね、冷たいお水ではなくて、うん、まあ、ちょっとあったかい程度のですね、左右ですね、体温を下げないこともすごく重要です。で、あと、まあ、適度に塩分を取ること、それはもう脱水になりますので、一緒に塩分も失われていきます。なので塩分はほどほどに取るということは大事なんですが、それと同時に先ほど先生もおっしゃられたビタミン C ですね。で、ビタミン C っていうとですね、まあ、またちょっと眉を潜める方いっぱいいらっしゃるんですね。またそんなことみたいな、医者が言うとさらになんかこう怪しいみたいな感じになると思うんですけど、はい、ビタミン C っていうのはですね、実際科学的にも証明されている、風邪を予防するということが証明されているものなんですね、うん、で、ビタミン C っていうのは人間の体の中では実はリンパ球の中に最も多く血液の細胞の中で含まれているわけです、うん、要は戦うべき戦士がですね、リンパ球の、まあ、一番必要な物質っていうのがビタミン C なんですね、はい、だから理論的にもビタミン C 不足してしまうとリンパ球が戦えないと、なるほど、そういう状態になるの。なのでビタミン C を取ってほしいということですね。だから食品ですよね、例えばレモンとかオレンジとかシトラス系のものであったりだとか、あとパプリカとかブロッコリーとか、まあ、そういったものを取るってことも大事ですし、うん、あと果物キウイですね、はい、果物キウイに関しては実際風邪の期間を短くしたというデータもあるぐらいなんです、はい、はい、だから風邪の症状をね、治癒の期間を最も短くする方法はビタミン C が体の中に十分あることなので、なるほど、当然ビタミン C 取りましょうって話ですよね。あ、うん、だから、まあ、ビタミン C ですねをしっかり取ってよく寝てってこと、体温を落とさないようにする、まあ、そういったことが気をつけて、お母さんの中には風邪ひいたからあなたちゃんと食べなさいっていうお母さんも多いんだけど、これもちょっと疑問はあるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと少し長くなるかもしれないですけど、人間の免疫力ってどこにあるんですかって、一番配置されてるんですかというとですね、うん、実は腸の中なんですね。腸の中には人間の体の 70% の免疫器官、免疫細胞が配置されていまして、なぜならば外から外敵が来るのを防ぐところ、一番最初のところが腸なんですね、はい、ですので免疫を上げるためには腸にうまく働いてもらうこと、これもまた考えなきゃいけない行為なんです。でもしですね、食事を取ると実はその食事のですね、エネルギーの 70% ぐらいは腸が使っちゃってるっていうことなんです、うん、だから食事をしてるときは人間というのはですね、まあ、免疫を働かせるのが難しい状態であるという、まあ、体の構造なんですね、うん、だから、まあ、風邪をひいたときにですね、美味しいもの食べて寝なさいって言うんですけれども、まあ、これは少し語弊があって、うん、まあ、栄養分だけ取って寝なさいだと思ってるんです、うん、なのでたくさん食べてしまうと腸に仕事させてしまうと免疫が働きにくい状況になっちゃうんで、
風邪の初期はですね、そんなに食べない方がいいです。栄養だけ取って。負荷をかけないで、2日間ぐらいしっかり寝て、治しちゃうと。そこが大事だと思ってます。うん、あんまり食べちゃいけないの。腸がね、まず2つあって、腸が動くことによってエネルギーを使って、それだけ戦うエネルギーの方に回らないっていうのがもう一つあるけど、もう一つは、腸自体が、快調に働いてるのが非常に重要だと。だから便秘とか下痢も問題なんだ。そうですよね、あの先生、あの、はい、その腸の活動が平常からちゃんとしてるっていうことも重要なわけですよね。そうなんですね。だからもう普段からあの腸の環境に関してちょっと注意を払ってほしいなってことなんですね。なるほど。だから普段から便秘とか下痢を繰り返してる人ってのはやっぱり腸の中に環境があまり良くないよってことなんですけど、とにもなおさずおそらく食べてるものが良くないよってことだと思うんです。だから急にね、風邪が流行ったからどうしようって言って対策できる内容じゃないんで、この腸に関して言うと。だから、まあ、今度ね、おそらく、まあ、夏、次の夏なのか、次の冬なのか分かんないですけど、まあ、コロナのウイルスはおそらくまた流行るでしょうと。はい、ですので、もう今からですね、そういったものにですね、対策を立てておく必要があるんじゃないかなということだと思ってます。はあ、ね、分かったでしょ。自己の肉体のね、潜在的な、自然治癒力。はい。はい、いや、もう先生、あの30分ほどになりましたが、どうもありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお時間を。ありがとうございました。また、あの先生もいろいろな形でいろいろ発信されているので ね、あのドクター石黒ということで検索してもらうと、いろいろまた勉強ができると思います。そうですね、はい、はい、どうもご協力ありがとうございました。お世話になります。ありがとうございました。失礼いたします。どうもお世話になります。ありがとうございました。それでね、はい、立派な方も友達いるんですね。方もっせあの僕がポンコツであっても子供なしには立派なのいるんです。あ、それでね、はい、いろいろね、あの、皆さんもね、これ繰り返し聞いていただいてね、はい、例えばあの今のまでの政府の、うん、なんていうのが、国民を病気から治そうとしてなかったっていうのも、うん、先生その言われないけどね、はい、だって自粛しろとかのことだけで、あの、ね、もっと根本的なことがあったんだと、ね、防ぐには、はい、って思うんですよ、うん、ね、それで、まあ、僕はあのコレステロール派だからね、コレステロールを取って日光浴して善玉も悪玉もないってビタミン D 先生おっしゃってましたもんね。そう、うん、それからあのちゃんとね、こういう方針に従ってね、はい、やってるんですよ、うん、あ、それから今日ちょっと時間がなくてあれですけど、先生のブログなんかで運動するとね、やっぱり運動すくのによって人間の体はやっぱり免疫力が高まるんですよ、あの細胞のね、免疫細胞の、その体内の分布と、それから運動の関係も出てますから、だから軽い運動、日光浴、熱い風呂、はい、体温めて、布団にくるまって、はい、横になって、栄養あるものちょこっとだけ食べてもいいかな、はい、それからあの寝る、少しサプリの入った水を飲むと、こういうことですよ。そしたら別に3密しなくても大丈夫だと。大丈夫だとはお医者さんだから言わないけど、それもまた防ぐ手段の一つだと。有効なね。ね。はあはあはあ。また憎らしくなってきますね、僕は。ここは良かれと思ってあくまで。でもこういうさ、あの情報って大事じゃない、そう。要するに感染するリスクってあるんだから、100% それを防ぐっていうのは不可能なんだから、そう。じゃあそれを軽症のうちに治すためにはどうしたらいいのかっていうのを、そういう情報発信って全く政府もしたけどメディアもしないんですよ。しない。だって知らないこと多いじゃん今日。そうですよね。ほとんど知らないでしょ、うん、ビタミン D とか知らなかったよ、はい、石黒先生みたいにこう具体的なお話をね伺えてよかったですね。このじいさんのお天気にひなたぼっこしてんだろうなってそう思っちゃうよね。そうですよね。そう、根拠があったんだってこと。確かに僕はひなたぼっこしててもみんなね、これは風邪防止のためにひなたぼっこしてると思ってなかったと思うよ。やることないからみたいな。先生それほど暇なれじゃないですか。そういうね。いやー、勉強だったな今日は。あったでしょ、ね、貴重なゲストで、ね、またね、第二波とか言ってね、怖がらせるバカでしょ、うん、第二波が来たら何名重症になるとか、そんなことばっか言ってんの。まあ正直そうじゃなくて、第二波は当然来るから、来たらあのそれまでに、こう腸の環境もよくし合うね。そうだね。トイレね、トイレってね、うんこ、はい、あれね、あの1日1回じゃなくてね、はあ、3回がいいそうですよ。要するに、ね、食べたらうんこ、食べたらうんこが一番いいんだって。正しくは1日3便ですか。じゃあ1日3便。
これなんかあのあれに使って、ね、あのなんかあなたの舞台に1日3遍、うん、いやいや舞台で舞台にそういう舞台なの。いや違います。でもさ、これ第2波が来ることがほぼほぼ確実な状況の中で、今から我々どういうふうな気構えをしてたらいいのか、うどういうふうに備えたらいいのかっていうのは、う、はい、全く来たら大変だ来たら大変だみたいな話しか、ね、不安を煽る話しかない。すごい前向きでしょ、個人でできる、すごい前向き、水際対策ですね。じゃあ今日も終わったら3人でさ、ひなたぼっこ行こうよ。それであの肉とキノコ類をね、はい、そして果物も忘れずというところでね、すいません、お話の途中。